キチャンネル。ぎょっ月曜日ショーチェック、はい、のお時間なんですが、ここで秘宝です。7月1日2日3日はですね、子供の誕生日でですね、ディズニーランドリゾート、2泊3日ディズニーランドの旅に行ってまいりましてですね、試合全く見てませんそれは仕方ないよ。朝のもう開演と同時に行って閉園まで12時間ディズニーランドウォークよ。トムホテル泊まって、シー行って、泊まって、ランド行って、昨日帰ってきて、もうそれはもう疲れてるよ。さすがに、全く見てないよ。お、小沢、7年目だ。へぇ、勝ったんだ、みたいな。小沢です。あ、小沢小沢だった。小沢じゃないよ、小沢だよ。そうなん、とか、佐伯、涙の勝利、とか。ね、ロッテが2連勝しておおと思ったら佐々木朗希豆潰れるとか、3連勝かと思ったら見舞い炎上で1対14とか、ソフトバンク石川がノーヒットノーラン仕掛けたとか、全く見てないそれ仕方ない、休みだもん、休みだもん、休まなきゃ無理よ、死ぬよ。そんなんディズニーランドのホテルで12時間歩いて帰ってきて、お前チェックしてたらもう疲れたように寝てたよ、ふわーって言って、で次の日も朝からお前アーリーチェックインして12時間ずっと2万歩歩いたわ2日連チャンで2日連チャンやでということでですね、総チェックしてませんけども、まあ、ちょっとだけ流れ見たらね、ヤクルト対 DeNA は2勝1敗でヤクルトの勝ち越し、広島対巨人2勝1敗で広島の勝ち越し、中日対阪神2勝1敗で阪神の勝ち越し、日本ハムオリックス2勝1敗で日本ハムの勝ち越し、ロッテ対楽天2勝1敗でロッテの勝ち越し、西武対ソフトバンクコロナの影響でね金曜日試合なくて、2連勝でソフトバンクの勝ち越しというところで、順位表がなんとヤクルトマジック51、しかも2位巨人 13.5 ゲーム差、そこから広島が 1.5、 阪神に DeNA 0.5、 中日 2.5 だ、中日が A クラスまで5ゲーム差、ちょっと空いたね、やばいね。まあ俺の順位予想当たんちゃう、セリーグ1位ヤクルト、2位巨人で、3位阪神で、4位が DeNA で、5位広島にしてるから、まだだって DeNA も3位まで2.5 ゲーム差だしね、すぐじゃんね。あれ可能性ある、可能性あるね、可能性あるね。でパリーグが1位ソフトバンク、2位楽天だ、コロナでねちょバタバタっていくかと思ったけども 2.5 ゲーム差開けて、で3位西武で、こちらも2ゲーム差で、4位ロッテ1ゲーム差で、5位オリックス 1.5、 日本ハム 7.5 だから、あれだね、あのもう日本ハムに星を落としたチームが落ちていくね、この状況だって。日本ハムは3位まで10ゲーム差やろ、まあ厳しいね。でもまあ新庄さんはもう別に今年はねって言ってるから、まあそんなもんやろ、だって監督も育成って言ってんだからさ、それなのにお前 A クラスじゃないとおかしいやろって言わへんやんな。オリックス 2.5、まあ、ここは分かんないね、ちょっと日本ハムに真っ赤っこした方が言いたかったね、うん、でも最後しっかりね勝ったからまあ良かったけどね。ロッテ1ゲーム差、3立てしたかったね、楽天。そして一気に詰めれてたのに。まあでも2位まで3ゲーム差。1位まで 5.5 ゲーム差。まあまあまあ、今、シーズン約半分今日、まあ終わったばっかりで。まあこんな感じです。ベストライン発表しようか、先。ベストラインだけ調べて、ちゃんと。そこだけは。ベストラインの発表します。パ・リーグから、ピッチャー、ソフトバンク、石川、ノーヒットノーランまでもう少しでした。キャッチャー西武森、やっと打ち出してきました。ファースト楽天銀次、赤見ない銀次。セカンドオリックス福田、ユーティリティセカンドを守ってます今年は。
サードソフトバンクシュート出遅れたけど挽回してます。ショート楽天小深田守備もうちょっと頑張っていこう。レフト楽天島内五六。センターソフトバンク牧原好調維持。どんな時も違う牧原です。ライト日本ハム松本首位打者独走です。 DH オリックス吉田上げ上げでバッティングね上がってきました。もう少しでマリン上階です、はい、リリーフ日本ハム西村すごく頑張ってます、ね、しっかり腕振り時でプロ入ってきて一番いいんじゃないのかっていうね状況です。セリーグ広島森下今チームも本人も踏ん張りどころです。キャッチャーヤクルト中村優勝へ一直線。ファースト DeNA 外やっとです。セカンドヤクルト山田気をつけていろんなこと。サードヤクルト村上インパクト大で宮崎が結構打ったんで悩みました、はい、ショート広島小園全試合ヒットで11安打。中野もめっちゃ打ってるんですけど1試合ノーヒットがあったんで落選です。レフトヤクルト山崎日大真中さんの後輩。センターヤクルト塩見帝京大学愛嬌の後輩、まあ、ちなみに俺の後輩です、はい、ライト DeNA 太田ノンテンダーからサヨナラのヘッドスライディング、はい、リリーフ DeNA 山崎ジャンプ、はい、ということでベストラインだけはきっちりお送りしまして、まあ、ここでね終わってもいいんですけども、いつもは1時間たっぷり話しますけども、今日はプロ野球これなんでだろう新コーナーです、はい、今日はいろんな質問が来てるみたいでそれに月曜日答えていきましょう。はい、何ですか。じゃあ早速、はい、いいですか。はい、お、ディズニーの話は大丈夫です。ディズニー？絶対ディズニーの話は聞く。いや、絶対ディズニー。仮装したのか聞く。行こう。いや、ディズニーの楽しかった写真、どうぞ。はい。はい。切り替えていきましょう。はい。じゃあ、1問目から。はい。ヤクルトがもうだいぶ独走してるんですけど、ね、うん。そうだね。何？もうマジック51。貯金が、はい。28、13.5 ゲーム差、うん、もう ここまで来たらもう優勝って言っちゃって大丈夫なんですか、ね、うん、優勝だねもうこれ、7月、今、4日優勝だね。優勝です。あ、今日俺、父親の誕生日です、昭和22年、7月4日エモさんと同級生です。学校は違うけどね、年だけ一緒。もう何歳？75、75歳です。おお、ありがとうございます、はい、ちなみに佐々木プロ105、7月4日父親の誕生日で打ちました。おい、何の話やっちゅうもう優勝だね。もうでも優勝させない方法一つだけある。お、聞いた。はい、それはもう巨人広島阪神 DeNA 中日全エースを全部ヤクルトに当てろもう勝とうが負けようが、はい、でもこっからね、この交流戦のいわばメリットとデメリット、これが大きな問題が、これはもう毎年言ってんだけどね、こっから起きます。こうなった時に多くの解説者、多くのプロ野球ファンが言うことただ一つです。こんだけ独走してんのにクライマックスいらんやろと、負けたらどうすんねんと、ほらもうおーってもうクライマックスいらないよっていうのがもう来てますよね。もうこんだけ独走しててこんなに早くマジック出てでクライマックスで負けたら、まあ、ふざけんじゃねえよみたいなっていう人もいますけども、しかもクライマックスシリーズがあることによって2位以下のチームは、昔はねクライマックスない時代っていうのはさっき言ったように首位に全チームがエースをぶつけて、巨人とかね特にぶつけて下ろさしてなんとか踏ん張ろうって、2位も6位も一緒やみたいな形でなってたのが、クライマックスシリーズができて3位と4位は運命の差があるとよってなった時によ、
全チームが足並み揃えて首位を引きずり下ろそうってするかって話よ。どっかがね増反しだすのよ。全員で落とそうって言いながら、いやいやうちはもう3位でも入れれば、そんなヤクルトにはもう独走してもらって、なんとかクライマックスシリーズ行こうっていうところが増反してくるのよ。そして足並み揃えないのよ。だからね、昭和の人たちは言うのよ、1位にヤクルトに全エースぶつけていこうって言って。クライマックスない時代はそれが正解なんだけど、クライマックスあるからこれ弊害が起きるんだよ。独走を許すっていう、追いかけないのよもう。だからいや、もしヤクルト優勝させたくないんだったら、全チームがもうエース、だからもう巨人は菅野、戸郷、まあ、シューメーカーか、メルセデスか、うん、ちょっとメルセデスちょっと ね、うん、シューメーカーでしょ、発熱でちょっと倒したから。で広島が大体このね、このマジックの最大の原因を作ったのは、ほらもうサイレンになってるからカーブなのよ。言ったね、この6月に交流戦終わったらすぐ全チームエース当てて行かないと、広島とか大瀬良、森下で、栗か床だ、当ててって言ったら当てたよ。大瀬良、森下、栗、金土日交流戦終わってセ・リーグ再開したら全敗しないにしとけやっていう3枚当ててあれがもうヤクルトを一気にさらに勢いづかしたね。あそこで本当にカーブは3連勝しときゃよかったので、でもあれが痛かったね。でもそれに負けじと、もう今度は床田入れて大瀬良、森下、栗の誰か2枚をね、行かないともうこういう感じになるよ。それはもうサイレンになるよ、ヤクルトグッバイっつって優勝一人旅行みたいな。で阪神は青柳、西が最近負けてるからな、ウィルカーソン行く、もうウィルカーソンが、もうウィルカーソン関係行くしかないよな。西もあれやし、西ダブル西もちょっとやしな。だって最近が行くぐらいやからな、人もいないんだもんね。だからもうしから青柳、ウィルカーソン関係行くしかないもん、これ勝負。で DeNA、今永、大抜きやな今いいのは。今永、大抜き、東行っとくか、はい、行くしかないよな、行くしかないです。で中日が大野、で柳、小笠原、大野、柳行こう。大野登板会議したんですよ。ん、なんか痛みみたいな。じゃあもう高橋はもう中日はちょっときついんですよ、うん、もうそれを全員ヤクルトに当ててもうローテ変更してもう行くしか。それにもう行ってババ食って B クラスになってもいいぐらいの勢いで行けるんだったらヤクルトを落とすっていうことがね。めっちゃ行くね、めっちゃ行くね、うん、でもう行くしかもう、はい、それ以外もう独走するな完全に。もうこんな早くマジック出てんだもん。だこれがでもよ、逆に言うとこっからがクライマックスシリーズのメリットがあるわけ。これなかったらもうヤクルト誰も報道してくれないよ。もう DeNA 対中日とか何が面白いんやみたいな話になるで、あの阪神対広島とか、そうですね、うん、巨人対中日とかもう2位以下同士の試合何面白いんやってなって、ヤクルトと対戦したとこだけが放送されるようになって、他は軒並み、それはファンの人の野球見るだろうけども、一般ニュースのスポーツニュースもう報道されなくなるね、はい、でそしたらこれもっと野球人気落ちていくからね、報道されないから。でもこれ交流戦あるからやっぱ A クラス争いがこう、もう逆に言ったら激化されていくとヤクルト報道されなくなるね、はい、もう立ちついてるからでもうマジックが減っていくのを眺めてるだけで、あとは2位以下の5球団のクライマックスシリーズ争いをバンバン新聞紙面も。だから考えて、あのコロナでセ・リーグだけ交流戦なかった時、早々と巨人優勝を決めて何も報道されなかったよセ・リーグのことなんて。でその時ロッテがちょっと調子よくて、ロッテが一面になったりしてたから。そうそうだよ、だってもうクライマックスもないのにそんな消化ゲーム誰も報道されないんだよってなった時によ、今このスポーツの多様化になっていろんな今世界水泳とか世界陸上きたーとかあるしねもあるし、あと世界卓球とかもあるわけよね。で秋ワールドカップもあるしサッカーの、ってなったらもうつまんないから
そんな消化ゲーム。他のスポーツどんどんニュースが報道していくね、新聞とかも含めて。そしてもう野球の気だってもう超遅刻なんだよ。それこそもう世間に対しての野球の価値観が下がっていっちゃうじゃん。そりゃそうだよね、消化ゲームで誰もつまんないじゃんね。だそうなって野球人気も落ちていくのよ。でそうなるとよ、結果的に解説者の仕事も減っていくのよ。だって呼ばれたいし聞かれなくなるじゃん。だからもうクライマックスシリーズがいらないって言ってる人たちはもう解説者として自分の首絞めてるのと一緒だね、正直。だからそういうメリットとデメリットがあるけども、ただでさえ野球人口低下とか言われてるのに、これ以上野球の知名度とあれを低くする必要ないし、今とかしかもコロナで人いなくなってんのにクライマックスとかしなかった永遠消化ゲームどんどん枯れなくなっていくよ、プロ野球界。それこそもう滅亡をたどるじゃん。そうなった時にやっぱこう収益も営業面もしっかり興行もできて報道もされてってなった時のメリットの方が俺は大きいんちゃうかっていうね。だからまあここからはもうヤクルトが行ってらっしゃいするか、全勢力当てるか、もうどうするか、どっちかしかないよ。そうしないともう行ってらっしゃいだろ、もうほんと早いよ。消化ゲームなんて解説してるのもつまんないからね。だって別に何も言うことないんだよ。いやここで勝つためには、別に勝つためにやってねえよって言われちゃうね。だそこが日本ハムの解説の一番難しいところよ。で勝つためにやってんのかなみたいなね。確かにでそれが育成だから、勝てなくても育成重視とかだったら話のちょっと矛盾してくるじゃん。だからそこが難しいところだよね。ただこの3連戦で一つだけちょっと言いたいことがあるんですよ。何？シーズン始まる前に活躍するルーキーってのやったじゃないですか、中間さんに。その時僕丸山君の名前あげたと思うんですけど、この3連戦第1号ってグッとだけ言ってもらったんですよ。打ちました。俺上川端上げてるからね。打ちましたね、うん、上川端もう2本目打ってるからね。1本遅いね。しかもええとこで今回ね、上川端いいところ打ちましたよね、大体、うんうん。俺も上川端上げてるから。え、丸山、はい、うん、俺上川端上げてる、ね、教授も上げてるんで、うん、これじゃあ見てほしいよね、この動画見てほしい。上げてるんだ、これ、はい、見えてんだよ。ちょっとグッドだけちょっと欲しいですね。何が丸山君にグッドだけ。なんで本だったんで。じゃあもうやっとく。グー言い方ちゃうわ、スパイラルグー。マレモグってナイスホームラン。何の話やって見てくれてんのかこれ大体。はい、じゃあ次の質問お願いします、うん、はい、これから、うん、サスさんが注目しているセパの選手、うん、俺誰も注目してないんだよ、だって別にこんなし秋山の、うん、選手が、うん、まあ、広島に入るということで。え、阪神からトレードなトレードトレードなの、広島ですからね、トレードなの、阪神の持ってるの秘密、もう何事してんねんはい、ということで秋山選手が、うん、はい、2軍戦でね、うん、先日で出場しまして、巨人のあれ、秋広か、秋広さん秋広さん聞いててもらってはい、ということでもうちょっと当分の間は佐々岡監督が2軍で使うみたいなことを言ってるんですけども、うんうん、これ秋山選手が入ってくることによってで、うん、さらにこうカープが加速するんじゃないかなっていうカープファンは思ってるんですけど、それ秋山は活躍するかどうかによるよね。名前じゃ勝ち取れないからね、はいはい、だから結局誰それ帰ってきたとか誰それ入ったってみんなバカ騒ぎするけども、活躍しないと意味ないから。だからその秋山がカープ1軍来てしっかりと遜色ないぐらいの結果を出せるかどうかだね。だ今で言うと中村とかね、中村2人いるじゃん、ケントと翔征とね、外野だったら。であとは野間でしょ、で上本とかも外野守ったりしてるしね、ウグサとか専門いるわけじゃん。でそうなったらその選手たちよりも安定的な結果を残さないと、それはだって今いい若手が出てきたのに安泰じゃないじゃんね。ということは名前だけでこう使うのはなしにして、いやだから最初は使うじゃんね。でそれでもうまくいったら秋山でいいわけじゃん。でもそれがもし1割台低迷とか、はい、1週間ずっと使ったけどヒット2本しか打たへんかったぞみたいな感じになったら、それでもずっと使っていくかっていう話になるじゃん、はい、だそこは秋山にとっても勝負だね、正直。だそこがうまくはまれば、もうカープはここがグッといく可能性は、うん、それはもう3割3分ぐらい、お前打ってみろよお前、それやばいぞ1番で。だからどれぐらいやるかにもよるよね、うん、結局は。だから西川も帰ってきたらね、はい、どうするんやっていう。だってソフトバンク、西武、日本ハムで一番すぐ出れてずっと出れたの西武だからね。
そうですね。センター誰もいないしね。だそう考えたら、まあ、そういいスタート切らないと、こうなってくると他の選手もいるから、もう本人もプレッシャーかかると思うよ。出だしがね。だ一番最初にパッパッ2本ぐらい打ったら今日行くんちゃう、そのデビュー戦でカープ。いや楽しみですね、うん、カープ、うん、オリックスとハムの試合の時に三塁の場面で、うん、一塁ランナーが飛び出して、うんうん、こう三塁飛び出してこけたやつでしょ。こけた見た、それだけ見たよ俺パリーグ TV で1点を取った場面があると思うんですけども、うんうん、やっぱああいう作戦っていうのはこうサッサンがこう守ってはってラッキーと思うのか、それとも嫌なのかってどうなんですか、うん、でも聞くと思うよああいうのは、はい、でもああいうようなことをしてるチームっていうのは長いペナントで見たら多分勝てないと思う、トータルで。まあああいうのってトーナメント、クライマックスシリーズ、日本シリーズ、短期決戦、国際大会めっちゃ効くと思う。やっぱその意表をついた、はい、でそれで勝ちにこだわって1点取りに行くっていうところは効くと思うんだよね。で、あのバンテの選手いるけども今日絶対勝たなきゃいけないとってなった時に、いやー選手たち今日調子悪いと、状態上がってきてないと、いやこのままいったら負けるぞと、このチャンスどうやと、今日こいつ調子悪いなと、でどうやって点取らなきゃいけないってなった時に、ああいうことをやると1点取りにいけるじゃん、はい、だからああいうのってたまにやるから効くわけじゃんね。そうだ、毎回やってたら効かないじゃんね。でってなった時にそういうところでやるとかなりの効果発揮するから、そういう状況下ではすごい効くと思うんだけども、奇策がメインになってくるチームっていうのはそうしないと点を取れないわけでしょ、はい、それがメインになってくると長丁場で考えると多分そういうチームは優勝することないよね。その勝負どころってね、たまにやるから効果発揮するけど、はい、それに頼らざるを得ない、それ点取るためにはそれに頼らざるを得ないっていうことはその分戦力がやっぱ低いってことじゃんね。だからその作戦するのは全然いいし、そういうチームで勝っていかなきゃいけないっていうから、そこまでしなきゃいけないのもそれは理にかなってるじゃんね。だから別にそれは悪いことやとは思わないけども、そういうことをして多くしてるチームっていうのは多分上に行くことはないよ、やっぱ長く見たら。でしかも試合結局負けてるやんな。負けるとやっぱそれは前も言ったけど妙策にはなんないんだよ、結局の奇策止まりだから。それはやっぱ妙策に変えていかないとチームが勝っていけないから、そういった意味ではまあもうちょっと総力っていうのを上げていかないと、まあああいうのが多くなればなるほど、まあ日本ハムの現状は苦しいんだなっていうのが多分まあ一つとしては理解できるっていう。逆にだからああいうのをが本当にたまにしか出ないでパン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 打っても取れるよ、なんとかできるよっていう。だから結局どこでもそうやん、去年の中日とかでも、はい、いやいやもうスクイーズしようやとか、そういうのをしないと点が取れないんだから、それしかないってことは、まあ、絶対的な総力がやっぱ低いってことじゃんね。だからそういったところが少なくなっていって、本当の奇策になっていくと日本ハムももっと強くなっていくんじゃない。でもそう考えると打たない、なかなか打って点取るのが難しいという判断じゃないですか、うん、昨日の打順見たら3割杉谷選手なんですよ、うん、あれ杉谷選手のところやったと思うんですけど、うん、だって別に勝ちにこだわってないんだから、そこなのよまず。そうなの、ここが矛盾が来るわけよ、はいはい、解説評論としては勝つためには優勝するためにはっていうのがまず土台にあって話す。でもやってる方が別に勝ちにいってないんだったら何でもいいわけよ、はい、別にだからそこの矛盾点が生じるわけよ。でも別に来年来年って言ってんだから別にいいんじゃない、いろいろ試して来年に向けて、だから今お試し期間中なんじゃない。そういうことですだからもうさっきも言ったけど、多分日本ハムに勝ち星を落とすチームっていうのが多分下がっていくような気がするね。本人が言ってるから仕方ないよねチームがね、うん、ファンの人がどう思ってるか分かんないけど、まあ、本人がそうやって言ってるから、まあそう来年に向けてなんじゃないの。だからそのプレーに対しての評価はするけど、勝ちにの対しての評価はもうしないと思う。この時期支配下登録増えていってるじゃないですか。それだって早くしないと、だって31日までだからね、7月。それもしつつトレードも行っていくみたいな。そう、トレード期限と一緒だからね。そういうこと、うん、プロ野球も頑張っていく。